Vivian Entertainment Production。 はい、どうも井上喜助です。はい、今回はですね、早速 Vivian 所属いきなり、はい、もう一回やろう。はい、どうも井上喜助です。はい、今回はですね、早速ビビアン所属俳優部で映画を作ってきました。はい、これですね、ビビアン YouTube みんなでやろうってなって、すぐ割とすぐ作ったので、夏撮影して制作したんですけれども、今映画祭には出していまして、ただ YouTube だとかでは全く公開していないので、この今回が全世界初公開ですねって言うと、すっげー大きい話みたいになりますが、うん、まあとにかくとやかく言わずに、まずはご覧いただきたいと思います。それではどうぞ。はい、え、これも隠蔽するってことですか。僕こんなこともう、いえ、なんでもないです。わかりました。はい、フォーッハ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 ッ、やっぱりできない。俺はもう君と戦いたくない。ダメ、私たちはプレイヤーの指示通り動かないと。誰が決めたんだそんなこと。最初からそうじゃない、抗えばデリートされるだけ。もう誰かに操られて争うのはやめよう。俺、お前のことが。バカ。何これ。好きにしてくれ。ハクオ、ハクオ、おりゃ。さあ。このゲームはここまでよ。大丈夫か、手当てをしに行こう。うん、俺の蹴りがあばらを砕いてた。そうよ、あなたのせいよ。はい。では失礼する。はい、いかがだったでしょうか。うん、ね、はい、分かってます。言いたいことは分かってます。これね、もうこっからは全部言い訳タイム。やろうって作ろうってなって、僕の中で勝手に、あ、こんなんやりたいなって思い立って、まず、ビビアン所属の俳優の長谷川瑞希くんに声をかけて、でもう一人の女の子、田中さとみちゃんに関しては、まあ、僕の元々の知り合いの女の子で、あ、女優業をしている女の子で声をかけさせていただいて、それでマッチングして映画を作ったんですが、これ本当に思い立って本書いて撮影するまでが3日かな、そんな強行スケジュールで、神がかり的にスケジュールがみんな合い、じゃあやろうよって言って、ロケ地もロケハンとかもできてないので、全部ネットで探してこの辺がいいかなみたいな感じで探して集まって1日で、はい、取り切って、
編集も今回僕がやったんですけれども、短編映画作ってる時僕は編集は全くいつもやってなくて、ある先輩に全部お願いしていたんですけど、今回のこの作品に関しては初めて僕が編集しました。編集って本当に楽しいですね。めちゃくちゃ楽しいのと、めちゃくちゃ時間がかかるっていうことですね。あと正解が分かんなくなるっていうね、もうどこでどのタイミングでどの音を入れてどの絵をここで切ってとかをやってると、あ、これ永遠にやれるやつだなってそう思いました。今後もね、どんどん、もっともっと面白い、もっともっといい作品を絶対に作っていきますので、はい、所属俳優部のね、先輩たち、まあ、後輩も同期も、はい、みんなでもっとね、もっといい作品作っていけるように、先輩たちをうんって言わせられる本を書けるように、はい、精進していきますので、今後ともね、ぜひぜひチェックよろしくお願いします。そのためにチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。よろしくお願いします。ではまた。